月岡義都大第二本命召喚より、神武天皇。神武天皇の弓の先に止まった金氏が光を放ち、長杉彦軍の兵の目を眩ませている。金氏は、日本書紀に登場し、神武天皇による日本建国を導いた金色の死。日本書紀の記述では、統制を進める彦頬でみが長杉彦と戦っている。際に、金色の霊氏が天皇の弓に止まると、 その体から発する光で、長須根彦の軍病たちの目が眩み、統制軍が勝利することができたとされる。この霊子を指して、金子と呼ぶ。ただし、古時期に、金子は登場せず、人務統制の際に、熊野から山和へ、統制軍を道案内した八田ガラスと混同、あるいは同志されることが多い。金子と八田ガラスが同一であるか、それとも別の存在であるかはっきりしないが、 いずれにしろ日本建国に関わった霊長として、吉次や勝利あるいは建国の代名詞として使われ、特に大日本帝国時代には、禁止勲章をはじめ、衣装や名称型方面で採用された。また、平安時代から存続する鴨神社においては、禁止及び、ヤタガラスともに、鴨の竹爪の命の化身とされており、この二つを合わせて、禁止八タガラスと呼び祀っている。 霊子系大金編大阪放出のあち早尾神社の展示品霊子系大金編は天皇即位の霊に使用される大西紀編の一つである。それには金色に輝く金紙が刺繍されており、やたがらす形大西紀編と対になっている。それらは、日及び月の象徴たる日像等編、活像等編の次に掲げられ、太陽や月に次ぐものとして、極めて重要な位置に配置され、 即位の例でも重視されていることが伺い知れる。禁止明治期のゴールデンバットの箱。禁止は戦わず光徳で敵を幸福せしめた日本神話から大変に縁起が良いとして明治以降、商品などに使用された。特に日本酒に多く、作り酒屋の禁止廃止作りや禁止、正宗の禁止、正宗などがある。これらは金止に化身したとされる鴨一族の神社。 カモ御祖神社に献上されている。また、紙巻煙草のゴールデンマットは、戦時中の適正後追放の動きを受けて、1940年から1949年まで、禁止に解明されていた。1941年のパッケージには、当初、神武天皇の弓が描かれていたが、これを捨てたり踏みつけることは不敬であるとの批判を受け、デザインの変更を余儀なくされたことがある。 ありがとうございます。